水、ああ今日は俺の負けだ。次またやろうなんて言葉はドリームゲートチャンピオンには言っちゃいけない言葉だろう。団体のトップであるこの俺がシングルナンバーワンを決める決定戦で負けちまったんだ。一つ考えることはあれそうだ。KOG 準決勝、俺が負けたのか、負けたのか。俺はな、もうもともとこんな、なクソみてえな、わけわからん一番を決めるトーナメント、こんなもんはな興味ねえんだよ。優勝者誰になるのか知らねえけどな、そんなんどうでもいいよ。おい、でもな、この俺がベスト4まで、ベスト4わかるか、ドラゴンゲートのベスト4まで来たんだ。このベスト4の看板をぶら下げて俺は次のステップに行く。しっかり解け。ああ、俺のやつ終わったこと。でもな、収穫もいっぱいあったよ。おい、まだ男前ちょっと違うやろ、まだまだ動くからな、楽しみにしとけ。3度目の正直でキングオブゲート制覇しました。まあ次の目標はドリームゲート、次で挑戦3回目。まあこのキングオブゲートと一緒で3度目の正直、ドリームゲート取って次、これからのドラゴンゲートの主役はこの俺だ。おい、いい橋自身、8月20日ブレイブゲート戦決まったな。おい、お前よ、1年も前のことグダ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 言ってんじゃねえぞ。お前、俺もな、お前に去年のトライアングルゲート戦で裏切られたことまだやり返すねえからよ、お前のそのベルト引っぺがしてやるから覚悟しとけよ。次のは大田区大会のブレイブゲート、挑戦者は望月ジュニア、リング上で俺はイエスと言ったけど、あいつさ、先月の神戸ワールドで復帰したばっかだろ。2ヶ月間休んでたやつがこのベルト取れるほど、このベルト簡単に取れるほど甘いベルトじゃねえんだな、そこんとこ理解してもらっていいかな。でもな、ジュニアだったら楽勝だ。俺の防衛は決まったようなもんだ。望月ジュニア、俺のチャンピオンロードの第一の生贄はお前だ。はい、8月3日ドラゴンゲートキングオブゲート2023、準決勝決勝、本日たくさんのご来場、そしてものすごい盛り上がりと、ドラゴンゲートネットワークご視聴誠にありがとうございました。もうね、ご覧になった方、ご存知だと思います。キングオブゲート2023覇者は箕浦浩太でございました。いや、準決勝も決勝も非常に見応えある試合でね、対する清水も本当あと一歩だったんですが、激闘を制したのは金のバラを加えた王子様、箕浦浩太でしたね。いや、まあ、宣言通り、8月20日大田区で菊田の持つドリームゲート、挑戦が決定しております。もうね、今日の試合見たら誰も文句はないと思います。いや、今日以上のまた熱い試合が大田区ドリームゲートが見れると思いますので、ぜひね、8月20日ドラゴンゲート大田区大会デンジャラスゲートもぜひ皆さん足を運んで、その目で菊田対箕浦の熱い試合をご覧になってください。本日のドラゴンゲートコラーゲンホール大会も本当にありがとうございました。次は8月の20日
大田区大会です。よろしく。